玉川習字教室の玉川優吾です。今日はですね、この7月の時期にですね、必ず来ます昇段試験のですね、対策につきましてお話ししたいと思います。まあ、その中でもですね、今日は理論試験のですね、対策ということでお話をしたいというふうに思います。この時期ですね、在宅になりまして長い、月日が経つんですけども、私が6段受けた年が平成25年なんですが、その年からですね、確か在宅になったというふうに記憶してます。もしかしたらその前の年からかもしれませんけども、在宅になったというふうに記憶しております。在宅になるとですね、なかなかですね、どこが合格基準範囲なのかとか、あるいは合格するにどれぐらいやればですね、受かるのかっていうのは全く自分も予測できなかったものですから、そういった部分でですね、特に技術の方はですね、もう自分が納得するまで書き込むというふうにしていました。ある時はですね、13時間ですかね、もう朝起きてから、もう食事の時間とですね、あと寝る時間とお風呂入る時間と、ちょっと休憩も入れまして、その時間以外はですね、もう全部各時間にですね、もう集中してやりました。それほどですね、自分に納得した授業を書けなければ受からないんじゃないかというふうに思ってですね、やってきました。技術の方ですね、そうやって書いていけばですね、書き込めば大体ある基準のラインまではですね、達するかと思うんですけども、この理論試験だけはですね、なかなかそう思うようにいかなくてですね、とても苦労したものですから、そういった部分でですね、今回、私もツイッターを始めたんですけれども、そのツイッターでもですね、この理論試験にですね、とても悩んでいらっしゃる方もいらっしゃったので、今日はこの動画をですね、ちょっとアップしてみようと思いました。まずですね、理論試験にですね、向かう前にですね、揃えてもらいたいテキストがあるんですけれども、これは私がですね、本部のですね、昇段試験対策講座に、臨んで、講座を受けた時にですね、言われたことなんですが、こちらに書いてあるテキストを購入してほしいということを言われてました。まず一つは昇段試験受験ガイド、こちらですね、昇段試験受験ガイド。この中にはですね、基本的なですね、その処方ですとか、あるいは漢字の知識、書道用語というのがですね、書いてあるんですけれども、特にですね、書道用語はですね、なかなか分からなかったりとかするもんですから、私はですね、このテキストを見てですね、勉強させてもらって、で、こう過去にですね、出たところ、私が受験した時に出たところ、こうやってですね、色別にしてるんですね。で、緑、赤ですね、そして黄色、これは段級位によって、その段のですね、時によってですね、出たものをですね、色別に分けてるんですけども、こうやってですね、このテキストがあると文字のですね、特に書道用語につきましてはクリアできるといったところですね。で、次にこの新中国書道史伝表ですね、こちらなんですけれども、こちらはですね、非常によく出ます。で、私は講座を受けた時にですね、ここはポイントですということで、こうやってですね、二重丸をしたりとかですね、やってるんですけども、ここからよく出るんですね。で、出たところはこうやって、先ほどみたいにですね、赤で書いたりとかしているんですけども、このこれは牛血増増期ですね。こちらは緑と黄色が書いてあるので2回出てるんですね。それとか肯定碑とかですね、または岩頭勝共所とか、この採鉄文庫顔真ですね、これ多分今年も何段かの中に出てるんじゃないですかね。こういったですね、ところでですね、この新中国書道、書道史伝表があるとですね、解けるといったところです。で、3つ目、新日本書道史伝表、こちらですね、こちらもですね、テキストこうやってですね、赤で書いてありますけども、赤とか黄色でですね、印をつけてますけども、こちらからもですね、よく出されます。で、
日本書道史年表よりもですね、この中国書道史年表の方がよく出てる場合が多いので、まあ、この2つがあるとですね、大体ですね、まあ、中国史あるいはそういったですね類の問題はクリアできるというところです。で、4つ目ですね、字の崩し方要領。こちらですね、こちらは、まあ、こうやってですね、字の崩し方がですね、こう、まあ、草書ですね、草書がどういう形で崩してあるのかというところがですね、こう書いてあるんですけども、まあ、正直言ってですね、これはすごく参考になって、とてもすごいありがたいテキストなんですが、答えがここにあるっていうことでもないんですね。まあ、答えがないけれども、ヒントは必ずあるというところでして、今回のですね、多分出てる量という字ですね、量という字はここでは私は見つけられなかったんですね。でも万という三つるですね、三つるという字が あってですね、まあ、それに似てるなっていうところもあって、そこを当ててですね、こちら新書道史辞典を開いてですね、その答えを見つけ出したというところなんですけども、こういったですね、ところのですねテキストを揃えてですね臨むというところがすごく大切です。そしてですね、これはちょっと余談なんですけども、まあ大概ですね、漢方先生の字をテキストの中、まあ、テキストから拾ってですね、で取材をしていくんですけども、大体理論試験は1から5まであるんですけど、その5つ目にですね、この草書を楷書で書きなさいというふうにあるんですね。で、そうすると漢方先生が書いた草書のですね作品を拾って楷書にする場合があったりとかするんですね。まあ、そういった場合にですね、私はこちらの漢方常服書版、この2冊ですね、この2冊から拾ってました。特にですね、8段の試験になると前年のですね常服の課題がですね出るわけではなくて、私の時はですね、このテキストをですね、ここからですね、取材をされたという、まあ、過去の取材経験があったので、この2冊はですね、取り揃えておく方がいいかと思います。そしてですね、6字詩対処版、こちらですね、こちらは、まあ、こういう形でですね、楷書、行書、そして、ごめんなさい、草書、そして隷書と、こういうふうにですね、4体がですね書いてあるんですけども、8段の行書はですね6字になるので、その6字のですね課題をここから行書は出されたしました。で、私の時はですね、8段の受験の時はですね、このこちらがですね課題として出されたというふうにあります。またひらがなはですね、まあ4文字なので、いつもですね、まあ、お手本で書くのは2文字ですから、なかなか同じ字にはならないので、私はこのですねひらがな50音こちらをですね買って、この中でですね、まあこの作品をちょっとコピーして切り貼りしてですね、4文字を作って、それでお手本にして書いていったというふうにしておりました。そしてですね、大概常服はですね楷書と行書というふうに書くんですけども、その時にですね、この漢方辞林をですね参考にして、で文字を拾っていきました。今はですね DVD で出てるので、そこから切り取りしてですね貼れるという形もできますから、そういった形で対応するとですねいいかというふうに思います。まあ、そういった具合でですね、今ちょっと余談なんですけども、理論試験はですねこの4冊をですね見ていただければですね大概は解けるというところなんですね。ただですね、どうしてもですねわからない場合があったりするんですよ。例えばこの草書を楷書にしなさいという時に、この文字が本当ちょっとわからないという悩む時があるんですけども、その時は私はですねネットで検索しました。なぜネットで検索するかというと、
大概ですね、漢方先生の作品の、まあ、ほとんどって言っていいかもしれませんけれども、漢詩ですとか、その有名なですね、言葉を拾ってで書いているケースが多かったりするんですね。そうすると、その文字のですね、一文字わかんなくても、大体はめ込んでいくとですね、拾ってくれるんですよ、ネットで。で、これじゃないかとかいう形でですね、その拾っていくと、もしかしたらその中でですね、その言葉を、まあ、書体にしてですね、書いてある時もあるんですね。なので、私はそうやってですね、ネットで検索して拾った時もありました。そうやってですね、やっていかないとなかなかですね、あの高台のですね、試験の理論試験はですね、100% はですね、ちょっと回答できないかなというふうに思ったりします。またですね、一つ気をつけなきゃいけないのは、中国の方のですね、名前ですね、顔真ですとか、王義氏とかですね、いうその人の名前なんですけども、人の名前はですね、まあ、今の日本語で言うと、簡単な文字にですね、書き記す場合が多いんですけども、それは簡単な文字にですね、書き記すんではなくて、もともとの字ですね、例えば、王義氏の義って、まあ、こう書いたりするんですけども、ここがですね、なんかちょっと違うんですよね。古い文字で書き記しているんですけども、そこはですね、省略せずに、ちゃんとですね、まあ、人の名前ですので、正しい漢字でですね、書いていかないと、これは不正解になりますんで、顔真の敬という字もですね、京という字、まあ、正しい漢字で、書き記していっていかないと、人の名前は間違いになりますので、そういったところをですね、気をつけて頑張っていただきたいというふうに思います。まあ、幸いですね、私は、その商談試験のですね、対策講座に受講させてもらったので、そこで対策をですね、させてもらいましたものですから、こうやってお話をさせていただくことができるんですけども、通信教育で今、日本習字のですね、課題をですね、書いていらっしゃる方も多かったりすると思うんですね。まあそういった方々はなかなかこういったチャンスがなかったりするかというふうに思いましたので、今日はですね、この動画をアップさせていただこうというふうに思いました。ぜひ参考にしていただければというふうに思います。はい、それでは皆さん、商談に向けてですね、頑張っていただきたいというふうに思います。今日は以上です。